このさんは、えぇ、ー、英研究を所持していると知りましたがどのような対策とどれぐらいの時間をかけましたかえっ、ー、と、英研究はですね、あの、僕は、 えー、基本的に文章を読むことに関しては大学受験レベル以上のことはあんまりしてないですね。大学受験で勉強した、えー、英文読解の方法をそのまんま使ってきたっていう、持ってきたっていう感じだったので、で、問題になるのは英研級はやっぱりあの、単語ですね。最初の第一問でめちゃめちゃ難しい単語というか、まああの、大学受験をはるかに、えー、レベルを逸脱している単語が出るので、そこだけ単語帳を買って、えー、まぁ、あ、1000単語ぐらい覚えましたね。あの大体単語帳に 2000単語ぐらいあるんですけどそのうちの半分ぐらい押さえればまあ消去法的にその大爆死はしないのでまあそれぐらい取ってあとはああライティングもねライティングもある程度型まあこういうふうに最初オープニングというかイントロダクションがあってその後とに理由付けだったりまあそ,れぞれ <coughs> それぞれのポイントを2つか3つ書き並べて最後コンクルージョンをちょっとまあイントロとからと えー、ワンステップ深めたコンクルージョン、結論を持ってくる。みたいな、そこの型だけ押えて、まあ、それ以外は、まあ割と大学入試の延長で乗り切れましたかね。はい。まあ大学入試の延長って言っても、東大を目指していた人の延長なので、まあ結構レベルは高いと思うんですけど、僕は時間をそんなにかけなくて済んだっていう感じですね。はい。えー